ございます。今週4日目、今週4回目ですね。4回目の前治さんになります。はい。昨日は、もしかするとメーター越えの糸をちょっと計測できなかったんですけどが釣れまして、はい。まあその新しいショックリーダーのテストしてる最中だったんで、まあ良かったかなと。何そのショックリーダーのシステムの耐久性が、はい、証明されまして、それだけがなんか良かったかなというふうに、はい、思っております。で、今日も見てください、この強風すごいですね。昨日春一番が吹いたとこもあるみたいなんで、これはすごいっすね。まあこれもまた LINE のテストになるんで、まあどんどん吹いてくださいみたいな感じですかね。はい。じゃあ今日も新しいですね、今ちょっと開発中の、ショックリーダーのテストで、頑張ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということで今日もジロ池、行ってみたいと思います。まだちょっと月が、出てますね。はい。今日も真っ暗です。もしかしたら春一番かもしれません。超強風です。まあ、強風でもラインのテストなんで、まあ、強風時もいいかなということですね。はい。で、ちょっと見えてるかまたどうかわからないんですけど、今日は一応、62の KR のプロとリミテッド2トンが、2本で、全部ですね、今試しているショックリーダーの長さとリーダーの長さを全て組み合わせを変えています。まあ、この中で一番使いやすい、見やすい、感度、などですね、ちょっとトータルで考えてみて、でまたちょっとまたカスタムして、はい、作り込んでいきたいと思います。まあ風もいいっすね。はい。ということで今日も頑張りたいと思います。